11年の2月の26日、この日はあいにく雪でしたが、雪を受けたって軍部の青年将校が決起して、時の大蔵大臣、高橋惟喬邸を襲いました。高橋惟喬さん、起きなさい。シャッとサーベルがほっぺたについて、あんまりいい心持ちのするもんじゃないもん。高橋惟喬がひょいっと顔を上げてみると、数人の青年将校が取り囲んでる、もう助からない訴状の声。さすがにあのぐらいの人物になるとびくともしませんね。ああ、布団の上あぐらをかくとやめいと言ってこう収容として死についた。青年将校がひょいっと見ると高橋惟喬という人は甘笑な方で、あの真冬雪のさなかふんどし一本、夕涼みよくぞ男に生まれきり、男のふんどしってないいもんですね。近頃若い女性がむやみにふんどしを軽蔑しますが、とんでもない話で、仕事をする時だってふんどしを締めて仕事しろいなんて言われる。あんまりブリーフをちゃんとしてなんて言う人はいない。大体相撲取りだってふんどしで取ってるからかっこいい。あれが猿股でやってごらんなさい。J.C. 高見山、今はもう日本人になりました。あの高見山大五郎なんてな、190キロもあんの。ダブダブの。鷲尾山なんか手が早いからバッとずり落とした。鷲尾山の勝ちなんてのはあんまりいいもんじゃないんです。だから高橋惟喬って人は偉い人ですな。あの人は与太大蔵大臣になって、その前には総理まで務めた人、それが大蔵ってや格下げで、それでも80歳を過ぎて引き受けて、で当時はもう、満州やなんかにどん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 進軍してる時ですからね、軍費を出せ。ところが日本の国民が生活に困ってるのに軍隊に出す費用はない、ピシャッと断って、まあ、それがために、殺されてしまったんですよ。もう訴状の声でやれ。ところが青年将校がひょいっと見ると、なんたってもうこれだけの人物を下帯のまま殺すのはこれは武士道に反する。タンスを開けると手頃な着物があったんで、それを取り出すと「高橋惟喬」って言った。カタカナの「と」の字に「一」の引きようで上になったり下になったり、上に「一」を引きますと下、下に「一」を引きますと上。だからこう上厚型の人は下々のことがわからない、まあ下々の方はまた上厚型のことがちょっと理解できない、間の中、これは上下に辛抱が抜けてますんで、上も下も理解できると、まあそこらを言ったんでしょうが、昔の殿様がそうです。これはもう物を知らないったって、なんたってこうあんまりもっとも殿様が物を知ってると家来が困るそうですね。目組んでああしろこうしろなんて言われますとね、ガタガタになっちまう。なるべく殿様よいしょしてみんなでポーッと育てます。それでも時々はたしなめることもありまして、ね、三代参れ、お呼びにございますか。今宵は晴天である、お月様は出ておるか。殿、お月様月におの字をつけますのは下々の下賤な言葉、高貴な殿なれば月は月、呼び捨てになさりません。おお、さようか。しからば月は出たか。一点くまなくさえ渡りおります。して星めらはそんなに悪く言うことはないですね。めちゃくちゃに悪く言ったりなんかする。堺榊原飯本田大久保という、これは三河譜代の神、これらはもう槍一本刀一振りでもって大名にのし上がりましたが、二代目三代目になりましてとね、いながらにして大名ですから、もうおっとりしたもんで、それでも戸様、いわゆるその三河譜代の神となりますと、これは徳川政権下に老中とか大老とか要職につけましたが、元は豊臣に仕えていて、後にこの徳川の軍門に下ったという、こういういわゆる戸様大名はそりゃ神経使ったもんですね。江戸藩邸において迂闊なことを言いますと、公儀隠密がこれこれと杖打ちをしますと家断絶なんてことになりかねません。三代、はい、お呼びにございますか。その方に
重大なる相談事がある。がしかし、壁に耳あり、障子に目ありじゃ。これにては申せん。品川沖へ船を出せ。はは。三太夫さんがせっせと、老こいで品川沖へ。殿、これなれば辺りに漁船の影もなし、いかなる大政を発しましても、決して人に聞かれる気遣いはございません。さようか。しからばもそっと寄れ。はっ。三太夫、実はな、屋敷の庭に豆をまこうと思うが、世の中にこんなバカバカしい相談はない。たかが豆をまこうってのに品川沖まで船を出して、あまりの虚しさに三太夫さん、殿、さようなことは屋敷で申せばこと足ります。そうでない。もしも鳩に聞かれるとまずい。召し上がるもんが、これはもう、大抵、何歳もこう出ますけれども、まずいともお口にしない、ここらが大名の贅沢さでしょうね。なんじゃこれは。昨日食したるナッパは大層味わいがよかった。しかし今日のは味が劣るぞ。殿、お言葉を返し恐れ入りますが、昨日殿の食しましたるナッパは、あれは俗に三河島名と申しまして、三河島の材におきまして百姓が下越を用いて作りますために一段と味わいがよろしゅうございます。しかしながら今日殿の食しましたるナッパは屋敷の庭に置きまして魚の骨を肥料といたしましたため、味が一段と劣るかと存じます。ほう、さようか。しからばその下越とやらを用いたるものは味わいがよいか。御意にございます。ならば苦しゅうない、これへいささかかけてまいれ。でこの大抵タイが出ますな。タイはめでたい。そっくり返ってあの塩焼きなんかにしたら大層うまいもんで、でタイなど出ましても殿様は一足つけて口へポンと放り込むと、あとは見向きもしない。これが大妙味ですね。我々ならタイなど出るとスッと上っぺら食べるとぐるっとひっくり返して、また裏側も食べる。もっともどっちが裏か表か定かじゃありませんか。でこれでやめるかと思うと、タイは眼肉に栄養があるなんてなこと言って、でやめるかと思うとまだ必要に追い詰める。今度は熱湯を降り注いで、タイのスープはおつなもんてなことを言ってこうガブリとやっちゃう。だから残った骨を猫にやっても猫そっぽ向いたりなんかする。ひどい食べ方しやす。そこ行くと殿様はそんな口なことはしない。一足つけて口へポン。ビビじゃ、代わりを持て。は、代わりといってもあんまり代わりは用意してない。そこはおそば近くに仕えてる方機転が来ますから。殿、庭をご覧あそばします。もみじの紅葉が一段と美しゅうございます。ほう、庭のもみじかと目をやる途端に頭と尻尾を持つとぐるっとひっくり返して。殿、持参いたしましてございます。ほう、早かったな。また一足つけて口へポン。ビビじゃ、代わりを持て。はっ。今度は困りましたね。今度ひっくり返すと残骸が出ちゃう。はあ、何をいたしておる。早う持ってまいらぬか。あ、いやいや、ならばよがもう一度庭のもみじを見よう。じゃあ花からご存知だったんです。意地の悪い殿さんもいるもん。金屋、金屋おらんか。 お呼びにございますか。かような晴天の折、屋敷のおろは無量だろ。御意、ならば殿、野がけなぞ遊ばしましては。野がけか、良いところへ気がついたら参るぞ。馬引け。はは。パッ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 、馬を引いてまいります。ピシッと一打ち当たると、さっそうと駒を進める殿様はいい気分。ご家来は気の毒で、旅あたしで後を追わなきゃなんない。もう目黒へ着いた時にはご家来はヘトヘト。殿、遅れましてございます。その王どもは遅い。これがもしも戦場においてなら、弱い一気がけして敵に首を打たれてるかもしれん。殿、お言葉を返し恐れ入りますが、殿は馬、まあ寄せ足、我らは日本足、所詮かなうところにございます。黙れ。その方どもはさような入弱のことを申すがな、伝え聞く古の法太公秀吉公藤吉郎の草履取り、身分かろき者なれど信長公の靴輪を取りしまま田楽狭間まで遅れを取らなかったという。古の方は皆見客。殿、昔は昔、今は今、ならばあれに見える丘の二本松まで、殿も下馬にて日本菓子、我らも日本菓子、かけくらなぞいたしまするか。さようなことをいたしても、世はその方どもにしけは取らん。さような光源は勝って後にお分け遊ばせ。参りますぞ。ご家来尺に触ってるから、袴の者たちを高々に取り上げるとペーッと駆け出したん。気の毒なのは殿様で。
家来の分際で世より先にかけるとは。やめたって座っちゃうんだこれ。先に行くのは意図安いけど、そんなことしたらまかり間違いは切腹もんで、仕方がないからご家来機嫌損じちゃいけないってんで後ろへ回って後押しをする。体半身の差で殿一着、写真判定なし。やはり夜が早い、恐れ入ります。我ら殿には何事も叶いません。別れはそれでよい。だいぶ空腹を覚えたな。全部をこれ。あまり過急なことにて食事は持参いたしません。何、持ってまいらぬか。たわけ、弱この場で死ぬぞ殿様ね。へたへたっと地べたへ腰を下ろし、澄み切った秋の空、天抜けるように高く、その頃の目黒といったら実に風光明媚なところ。今のようにエンペラーなんざあれはしません。おがわりおかわりでも何とも言えない明媚なところ。時々赤とんぼなどが目の前をスイッとよぎ、金屋、あのトンボを食そう。殿、トンボは食べられるものではございません。しかし誰やらの国、赤トンボ羽をむしればトンガラシと申す。あ、そうは参りません。しばしご猶予。どうしようか思案をしていると、どこで焼いておりますか、さん、あれ強烈の匂いがするもん。秋風にたなびいてふわふわと殿様の鼻へ来た。金屋、この稲る匂いは何じゃ。殿、これはサンマにございます。何、サンマ、耳慣れんもの、それはいかなる獣か。いや、獣ではございません。サンマ、イワシ、これらは下魚にございまして、下々の食数を高貴な殿が食べてはなりません。黙れ、下々の者の食数だから高貴だから食えん、さようなことはない。腹が減っては戦の敵に例えじゃ。苦しゅうない、サンマをこれ目通り許すぞ。はあ、仕方がないから匂いを頼りにやってくる一軒の百姓や親父さんが壊れた七輪でパタ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 焼いておりました。さあ、それは旬のサンマですから、すごいこと。今の冷凍サンマとはわけが違う。この頃はどういうわけか、あの色だけ見ると取り立ての、なるほどピカピカ光ってなのと、焼いてみると油っ気がないですね。5年前に冷凍したもんですからね。もう油なんざどっか行っちゃってる。さあ、以前にはそんなことはない。旬のサンマでと焼くと、ベッとこう油が垂れましてね、バーッと燃えたりなんかする。求めたいから、へい、お武家様のおっしゃることですから、縁のかけた壊れた皿へサンマを10匹ばかり乗せ、そこは手製の大根おろしに醤油をたっぷり、へい、お待ちどうさまでございます。かたじけない、後ほどまた過分に褒美は取らす。殿、持参いたしましてございます。おお、持ってまいったか。どれじゃ。ひょいっと見ると驚いた。魚というものはすべからく赤くてそっくり返ってるもんだと思って、それが兄はからんや真っ黒な長っぽそいん。しかもまだ横っ腹に火がついてる。シュッ、いや、これは爆弾じゃ。そうでございます。見かけは至って悪うございます。食せば美味な魚にございます。さようか。コアゴは一箸つけて醤油をたっぷり口の中へポーンと放り込むと驚いた。その前の何の、そらそうでしょう。野外ですきっぱら焼きたてのサンマ、それを生まれて初めて食べた。そのうまいことほっぺたが落ちそうとはまさにこのこと。おお、こりゃ美味じゃ。自分で裏表ひっくり返し始めた。食べた食べた、10匹残らず平らげた。金屋、骨はそちが食え。遠慮しろ。そんなものは食べられるものではございません。しかし世の中にかほど美味なる魚があると、なぜ世に早く知らさなかった。殿、お言葉を返して恐れ入りますが、殿が目黒において百姓屋よりサンマを求め、これを食したる段、ひらりご内密に願いとお存じます。言うてはならんか、御意にございます。これがもしもご重臣の耳に入りますと、我ら切腹いたさなければなりません。おお、さようか。しからば世は口が裂けても、目黒においてサンマを食したとは言わんぞ。戻る。ご機嫌麗しく屋敷にお戻りになった殿様が、さあそれからというものは、寝ては夢、起きてはうつつ幻。
サンマがチラ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 してどうにもしょうがない。金屋、金屋、お呼びにございますか。久しく目黒へ行かないの。殿、それはこれにございます。分かっておる、分かっておるから、余は目黒とは申した。しかしサンマとは言わん。それがいけないんだな。ご家来もしやしやしている。そうこうしているうちに明くる日、殿様が去る。やっぱりお大名のご親戚へご招待になりまして、お昼時分になりますと無礼講につき、何なりとご注文の品をときた。心得たり、余はサンマを所望じゃ。聞いてまいったか。あ、何と申されたご親戚の殿様。サンマと申した。それが貴公は取り次ぎが粗忽でいかん。あれほどご大臣の方、サンマなぞご存じのはずはない。それはあんまだ。そんなことはあるまい。召し上がるものはと聞いてあんまなんということ。さようか、ならばサンマか。これ自体うまひけ。うまひきますとピシッと一口当てまして、その頃の魚河岸は日本橋。やってまいりますと、房州から取り立てのサンマを大量に仕入れた。パタ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 焼いてみますとね、何しろ申し上げました、脂っこいピシッとから燃え出すようなやつ。こんな脂っこいものを食べさせて食中毒を起こしちゃいざい。丸蒸しにして油をすっかり抜きと、裂いて開いてみると小骨があるから毛抜きで一本一本抜き始めた。サンマは骨は抜かれ、油は抜かれ、くしゃくしゃになっちゃった。それを仕方がない二つ三つに切りまして、形が悪いというんでお椀に入れてお吸い物として差し出した。殿様は今ピシッと言いながら、息のいいのが出てくるのかと思うと、これサンマを所望と申したのだと。サンマと申するものはな、すべからく縁のかけた皿に乗っておるものだ。しかし一応中身は改めて、サンマじゃ。哀れな姿にな。会いたかったぞ。殿様は一足つけて口の中へポーンと入れる。そのまずいのなんの。もうよい、これ即答を許す。これは確かにサンマであるか。御意にございます。ならばいずこで求めた。日本橋に魚河岸におきまして、房州より取り立てのサンマ仕入れましてございます。何、魚河岸にて仕入れたか。いかん、サンマは目黒に限る。